1点にかける思いですよね、はい、まさにこれが春高バレートーナメント。さあ決めるか前川、ブロックに合う、やはりここは信頼の前川上げた、そしてエースの渡辺、前川上げる、どうか、岡本が上げた、もう一度渡辺エースに預けた、長浦リーナ、バーッと取れない、同点に追いつきました和歌山信愛。もうどちらが勝つか分かりません。両チームタイムアウトは使い切っています。そしてリベロの2番近間、ちょっと足を痛めたでしょうか。5番の吉次が入っています。総力戦になっています。安心総理24対24デュース、どちらが勝利してもポイントを得たのはエースの渡辺、4連続ポイント、和歌山信愛マッチポイント。両エースが踏ん張っています。さあ全員バレー決めました、前川です。まあここはもう竹下さん、もうエースエースエースでいくというね。そうですね、両チームですね、信頼が厚いところにねボールが集まりますね、ここからは連続ポイントが勝つためには必要になってきますが、これはサーブ横を狙いましたがアウトになりました。上畑、再びマッチポイントを握った和歌山信愛高校、エース4番の渡辺がサーブ、前川クロス、エースの得点で再び同点です。26対26、勝った方が3回戦進出、ベスト16。両エースが今フロントローバックプレーヤーバックローにいるという状況で上げる、パスは探せば一人飛ばして時間差アウトです。ポイントは和歌山信愛に入っています。マッチポイントを和歌山信愛が握りました。フロントにいる1年生の池田、サーブで攻めた、直接返す、さあどうか、決めるか、坂本3年生、吉次、1年生池田、これはブロックアウトを取った、よく打ちましたね、ブロックアウト2枚来てましたよね、ブロック。さあ27対27というこの第3セット、前に落とす、いいサーブになりました。さあサウスポーの石橋の得点、決めてくれますね石橋選手、28点目、和歌山信愛。いやどちらがこの試合を取るんでしょうか。ここを取れば和歌山信愛3回戦進出、セッター浮かされた、池田のスパイク、さあウィニングポイントになるか、3年生の坂本上げています、佐賀生は上げています、上げている、そして決めた1年生、1年生菊池のポイントです。1年生でこの終盤決めるっていうこの気持ちの強さも感じますよね。そうですね、プレッシャーがかかるシーンですからね。28対28まで来ました。わっとこれは連携が乱れました。上畑が開いています、流れながら切り込んできたスパイク、さあ3年生坂本ブロックに合う、あブロック超えていなかったか、オーバータイムスです、ネットを超えていませんでした。今度はマッチポイントを握ったのは佐賀清和高校、前に落とす長尾、さあここは誰に預ける、1年生池田が決めた、最後は1年生のポイント、見事な試合でした。第1セットは和歌山信愛、第2セットは佐賀清和、そして第3セット30対28、セットカウント2対1で佐賀県代表佐賀清和高校が勝利、3回戦進出を決めています。